トモコお前何やってんだよともこ。お前渡瀬県民局長と結託して怪文書を作成したりとか斎藤知事辞めさせようとかそういうことをやってたのか ともコ,トモコ正直に言ってくれお前亡くなった渡瀬県民局長と不倫関係にあったのかどうなんだともコお前女性エリートキャリアそう呼ばれて 兵庫県の中でもいい地位を築き上げてたよな智子でも急に胃がん退職するって言い出したよな智子普通胃がん退職なんてするかだって普通に退職すれば 退職金ももらえるし周りからも変な目で見られないしなあ智子なんで胃がん退職なんかしようと思ったんだ智子その理由はなお前いろんな秘密が外部にバレるそろそろやばいって 感じじたかからじゃないのかだから追及される前に自分だけ退職して何事もなかったかのように暮らそうとしてたんじゃないのか智子でもお前調査中ってことで異例の退職が引き延ばされたらしいな で、結果的に智子は日がなかったということですでにお前は退職済みの身だでもな智子出てきちゃったんだよ出てきてしまったんだよ智子渡瀬県民局長の公用パソコンの 中からお前の名前が出てきちゃったんだよとも子お前とも子写真館とかとも子への手紙とかとも子通信とか県民局長がファイル化してたの知ってたのかとも子 一番びっくりしたのはなエッチな五六集エッチな五六集そんなタイトルでなお前と県民局長のあんなことこんなこと文字起こしして県民局長は公用パソコンに保存してたんだ智子。トモコ お前ホテルに入るや否や渡瀬の渡瀬をくわえたのか智子智子正直に言えどうなんだシャワーもせずお風呂にも入らず渡瀬の渡瀬をパックンチョしたのか智子まあ それはいい認めてやる俺は潔癖症だから無理だけどなですごいことになってるすごいの下にも欲しいってお前言ったのか渡瀬の公用パソコンにはそう残ってるぞ記録されてるぞ智子 しかしだな、智子、渡わせは、早漏だったんだ。俺が計算したら、約3分で、果ててる。早いよな。智子からすると、ちょっと待って、局長。もう終わりって、思っちゃうよな。 だからお前もっと欲しいですって最後におかわり要求してたもんなまあ女性の性欲は50歳から上がるって言われてるからとも子それも仕方がない責めないよとも子 まあ、3分で果ててしまった渡瀬県民局長のことを俺は「お前はウルトラマンか」とツイッターで揶揄してしまったけどごめんな智子悪気はなかったただいくらなんでも3分は早いなところでな智子お前 NHK の受信料は払ってるかもし支払ってるんだったら今すぐやめろ。やめ方が分からないなら俺の携帯に電話してこい。090-6885-1984だ、トムコお前自動引き落としで受信料支払ってるだろそれをすぐに コンビニ払いに変更するんだそうすることで毎月いや2ヶ月に1回請求書が届くようになるその請求書が届いても完全に無視をしてゴミ箱に捨てるコンビニなんかに支払いに行かないそれで簡単に NHK の受信料は不払いができるんだ智子知らなかっただろうまあこれからの 智子の人生が何年あるか知らないけどな。一度は愛した県民局長のお墓参りぐらい行ってやれよな、智子。じゃあな。